ゴードン・エス・ウッドは、ブラウン大学名誉教授。アメリカ独立革命期についての研究、著作で知られる。1933年アメリカ・マサチューセッツ州、コンコードで生まれる。タフツ大学で学んだ。1955年タフツ大学を優等で卒業後、空軍将校として一時日本に駐留。帰国後、ハーバード大学大学院に進学し、バーナード・ベイリンの下で、 歴史学の博士号を取得。ハーバード大学、ウィリアムメアリー大学などで教弁を取った後、1969年以降、ブラウン大学歴史学部アルバオーアイエ講座教授。2008年に教授職を引退し、現在は、ブラウン大学名誉教授。1969年に刊行した、ザ・クリエーション・オブ・ザ・アメリカン・リパブリック。 1776から1787でバンクロフト賞を受賞。1992年にはザラジカリズム・オブ・ザ・アメリカン・レボリューションを観光し、翌年ピューリッツァー賞を受賞。現在アメリカを代表する歴史家の一人。1993年ピューリッツァー賞受賞。1970年バンクロフト賞受賞。2010年ナショナル・ヒューマニティメダル受賞。 ありがとうございます。